NB ロードスターで、今回はねラジエーターと電動ファン行きます。でその次にねクーラーコンデンサーとねホース行くのでね、まあ、どうなんかな。クーラーホースね、まあ、ラジエーターはねちょっとかわさないとね高圧ホースがね外れないかもしれません。とりあえずねラジエーターと電動ファン行きます。まず水抜きます。でアンダーカバーはねもうね以前の動画でね外してます。でここねドレーンあります。ちょっとアンダーカバーのね間にね穴があるんですがね、もうねアンダーカバー外してた方がねホースがね外しやすいです。デカプラです。でドレーンをね外してもらってねキャップをね緩めます。まあこんな感じです。ちょっと水抜けたとこからいきます。水がね抜けたのでねまずねアッパーホースからね外します。これスナップのね万能プライヤーです。硬いです。でこのねホース外しなんですがね、このくっついてるところをねこう剥がすんですかね。こっちはアルミでねいけると思うんで、こっちねラジエーターにやるとね、まあ、削れたりね割れたりします。なのでねちょっとシリコングリス塗ってねホース側ね、ホース側にね、力入れてください。まあ、こんな感じでねちょっとね気づきます。これぐらいやったらねいけると思います。で次にね電動ファンのねカプラで、こいつね左からね押すとね割れるのでねゆっくりしてください、うん、大丈夫でした。でこいつピンですね。ピンはねもう裏からねつまんでね抜いてください。でこっちはねつまめないのでね外してからねいきます。で次はねここねこいつね上やったから上ですね、上に引っ張りながら抜くっていう。レバーを上にしながらね抜く。でまずね遠ミリ右側はね4で左側はね上に外します。で勢いよくねエアとか電動でやるとねここ割れるのでね注意です。ゆっくりね回してください。で
ちょっとね横着してね、ここから外します。こいつはねそのまま外れるのでね外します。でこいつはねこのボルト外したところからいきます。でね上ね2本ずつ外しました。で下ね緩めました。でちょっとね忘れてましたが、ね下ねこういう感じになってるので緩めたらね抜けます。だからつけるときはねボルト入れてね引っ掛けて上止めるという感じです。で左側ねこのピンですね、こいつをね裏からね押します。下はね差し込みになってます。でねよくね電動ファン回らないのがねあるんですがね、ここがね焼けてショートしてる場合があるのでね、まずここ確認とね、あとリレーですね、リレーのねカプラーもねちょっとショートしてる場合があるので、そこをね掃除してもらえばね動く車もあります。でこの車ねオートマなのでね、まずオートマのホースね外します。だからドレーン閉めてオートマのホース外します。ちょっと上からのはねやりやすいのでね、ここからいきます。ドレーンね閉めます。ええよごめんなさい、まあ、サンドイッチ来たから食べます。すみません、400円。はい、お待たせしました。ちょっとサンドイッチ食べたので、ね、ホースをね外していきます。であとはねこの回してね外れるやつはね回して外してもらってもいいんですがね、こういうやつあります。これもねあんまりねやりすぎるとねここでねパイプがね気づくのでね、ちょっとゆっくりめにやってください。エミッションの場合はね問題がないので、そのままねロアホースね外してください。次にねあのロアホースね外します。でロアホースはねアッパーホースと一緒で。ロアホースはね回したらいけたんちゃうかな、あかんか、よっしゃ、これもね一緒です。注意です。でこれでね捨てね外します。でねあの電動ファンついたままね外れるのでね、アッパーとロアで、まあオートマであればねオートマホース外して、まあ同じような状況でね電動ファンついたまま外れます。で1個ね忘れてました。よっしゃ
こいつです。こいつはねバンドついてないのでね、そのままね抜けます。サブダウンからね漏れてます。よし、あとはねこの両サイドにねゴムのねブッシュでね刺さってます。よし、まあ、こんな感じでね、まあ、簡単にね抜けます。言い忘れてたんですがね、エアクリーナーのダクトね、これはね外した方がいいです。まあ、外さなダメかもわからないですね。それはね最初に外してください。でヤフオクねちょっと出品するので商品確認します。まあこんな感じでね、動作確認はね初めの方の動画でねやってたと思います。でラジエーターね多分1回は変えてると思うんですがね、ちょっとまあ変色いうかね白くなって変えてないかな。この辺ねちょっとねひび模様出てきてます。まあフィンのねこういうねへこみとかはありますが大丈夫だと思います。でね、もうこれ取り付けた状態でね出品します。こいつねちょっとね外れてますね。よいしょ、ロールホースねラジエーターにつけます。これねちょっとホースの位置ね覚えてね、よいしょ、外してください。忘れてました。まあ傷ね、まあちょっとね手で触ってもね傷爪引っかかります。下側は大丈夫っぽいですね。でネジとかね締めてないです。まあこんな感じでねこれでね出品していきます。今回ねロードスターのねラジエーターと電動ファン外していきました。で一緒に外れるんですがねバラバラでね外していきました。まあヤフオクね出品していきます。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。